悲壮オラトリオは、ゲオルギー・ソビリードフが1958年から1959年にかけて作曲した大歓言学と合唱2名の読唱者のためのオラトリオである。曲名にオラトリオとあるが、宗教色はなく、ソビエト連邦における革命の歴史と共産主義によってもたらされる明るい未来を賛美する内容である。 ウラジーミルマヤコフスキーのロシア語詞をテキストとし、教会スラブ語によるロシア聖教の祈祷文も部分的に用いられている。1959年10月15日にモスクワ音楽院ボリショイザールで初演されると作品の圧倒的な規模や学識的な独創性から大きな反響を呼んだ。講述するような巨大な編成にもかかわらず、エフゲニース・ベトラーノフ、 ベロニカ・ドゥダロは、ウラジーミル・フェドセエフ、キリル・コンドラ・シンラ著名な指揮者によって取り上げられ、北は、バルト三国から、南は、中央アジア地域に至るまで、ソビエト各地で好んで演奏された。舞台上演は、ノボシビルスク国立オペラ・バレエ劇場にて、1961年に、初めて行われた。1960年には、本作作曲の功績を称え、スビリードフに、 例人賞が送られている。2018年現在、スビリードフが国民的作曲家として今なお支持されているロシアを除くとほとんど演奏されない。楽譜などの資料も入手困難であるが、CD や楽曲配信サービスなどによってソビエト時代の録音を聞くことができるほか、前述した現代ロシアでの演奏の記録を YouTube 等のソーシャルメディアで見つけることができる。 半弦楽金管楽器が大幅に拡張された三巻編成。声楽以下の七つの部分からなり、すべて切れ目なく演奏される。全曲の演奏時間は約30分。ありがとうございます。